複製誘導という言葉っていうのを山尾先生おっしゃられますセミナーのこの DVD が非常に内容が濃かったので多分両方いくなんてじゃないからさっきよりセルフリセットから全身調整、症状別実技を収録ということではい、先生こんにちはカイロベーシックの古谷です本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます さて本日の動画ですけどもこちらの「DVD のごご紹介でございます無限流波動療法 DVD」あらゆる波動を体感し脳の覚醒を促すという教材ですね、はい、ご紹介させていただきたいと思います。 はいもうねこれ「無限流」でついてるとですね誰かっていうのがだいたいわかるんじゃないかなと思うんですけども福岡県の飯塚市の方で、えー、活動されておられます山内先生,が今回の先生といえばですねもう波動療法エネルギー療法でもう知らない人はいないというぐらい重鎮中の重鎮の先生でございます。 はい、で山内先生はですね私ある先生のご紹介でですね山内先生のおご地元のですね栄一市の方に行ってまいりまして山内先生にいろいろお話を聞いてきたんですけどもおもう実際に、まあ、波動の両方とかですねエネルギーの両方を目の前で見せていただいてですねもう圧巻でございました。 はいえー、次々とですね、まあ、主義と両方いろいろエネルギー両方とか見せていただきましたけどもおどんどん体が私改善されていくのがよくわかりまして、えー、まあ途中でちょっと出てきますけど覚醒という言葉が出てきますけど私実際にも覚醒というのを感じたあ、まあ、経験をさせていただきました。 はい、えー、まあものすごかったんですけどもおそういうふうなあまあ感じで、えー、まあ山内先生はいろんなまあエネルギー療法それから波動療法ですね、えー、そういったものをたくさんの先先生生方に伝えられていいる先生でございます、まあ、これからで途中でお話出てきますけど波動,波動ツールとかですねそういったものも当日はですね体験させていただいてですねもうまあ驚愕の一日だったんですけどもはいそんな山内先生の今回は最新の 教材でございますはいということで、えー、いろいろ私こう書いてますけどもはいトピックスですねはいじゃあまず一つ目、えー、早速お話ししていきたいと思います圧巻の波動療法で参加者の症状を次々と改善ということで、えー、今回はですね、えー、教材のまあ、構成というのはですね一部がセミナーを 撮影させててもらっった教材になってますそして二部はですね、えー、それをま,あまとめたというかあ編集をちゃんとした教材ですね主義をまとめた教材ということで一部二部制なんですね。うん、で一部の今回これことを書いてるんですが、えー、ちょっと見てください圧巻で書いてますけど参加者の症状を次々と改善ということでまず山内先生がセミナー始まって一番最初に言われたのが「 あどっか体悪い方いらっしゃいますかもう全員治しますと今この場で改善させますという形で始まったんですねで実はですね今回、えー、先生とそれから患者さんも連れてこられた先生もいらっしゃったんですけどそういう方々も全てですね今目の前にある症状ですね一つ一つ山内先生がもう取っていくと目の前ではいそういうふうなことをされました。 えー、私もこう見させていただいてですね、えー、まあもうもう次々とおまあいっぱい症状を抱えた方が出てくるんですけども、えー、すぐにその場で効果を出すということを山尾先生やってのけました、はいえー、種類がねもうすんごいたくさんありますので、えー、非常にね楽しいし非常に面白い。 DVD になっておりますのでぜひねこのあたり見て頂ければというふうに思います。はいということで、えー、セミナーのね、えー DVD、ございますそして、えー、次ですね「無限流の本質」「古谷が感じた三大特徴」ということで、えー、実はねこの「無限流の本質」一番最初に持っていく べきもものだと思うんですけども今回はねセミナーのこの DVD が非常に内容が濃かったので最初にこれ説明させてもらったんですけど実は私これすごくお伝えしたいところなんですこれ。はい、でちょっとあくまでこれちょっとね誤解をしてほしくないんですけど山内先生が考えている無限流の本質っていうのはもっと奥深いものだと思うんですが。 これあくまで私が感じたということです。私が今回無限流のこの波動療法ディブで特徴で特徴だなと思ったものっていうのを今回は挙げさせていただきたいと思います。はい。まずはですね一つ目。はい。えー、今回ねまあ本当にいろんなところで、えー、まあ非常にこうなんていうかな重要なポイントがいっぱいあるんですけども、はい。まず一つ目がですね。えー 覚醒誘導という言葉っていうのを山尾先生おっしゃられます。うん、でこの「覚醒誘導」っていうのは何かということなんですけれどももうシンプルに言いますね。患者さんととそれから治療家両方とも覚醒します、はい、今回もこの2つですね、えー。患者さんだけじゃなくて治療家の方も覚醒していくことができます。で ちょっと切り分けて考えていくとですね患者さんの方が何に覚醒するかというと先生方よく考えてみてください今治療の方に来られる治療院に来られる患者さんというのは治らない自分では治せないという方が来られますよね腰痛でも肩こりでも自分ではもうどうしようもなくって治療院に来るわけです。 でそういう方ってどういう風になってるかって言ったら本当は体っていうのは勝手に治っていく仕組みっていうのがありますよねもしくは一回病気になって勝手に治っていきますよね体って治す仕組みがちゃんとあると思うんですでもそれが治せないから治療院に来るわけですはいで さっっき言った覚醒誘導っていうのはどういうことかっていうと単純ですその治る仕組みっていうのは本来持ってるものですけどもそれを無限流を使って誘導していく治す仕組みを取り戻すっていうことを覚醒させるとということですですから無限流の全ての技術っていうのはああ 直していくこの仕組みその方がもともと持っている治、えー、していく仕組みっていうのを覚醒させていくっていうことが重要なポイントになってくるんですね。で、えー、山本先生これね教材内でもおっしゃってますけども西洋医学ではまあ否定まではされてませんけどプラシーボっていうのがありますよ、ねうんえーまあこれ偽薬って言いますけどもお普通のお ドクターが処方するう薬はですがプラシーボで使う薬っていうのは例えばただのビタミン剤であったりとかその病気に対して、えーまあ、効果が薬理作用がないものっていうのを、えーまあ、知らず知らずにこう渡して治ったかのように、えー、装うというか患者さんがそれをやってあこれ効くんだなと思って飲んだらあ治ってしまうということです。 で先生方ここよく考えてみてくださいプラシーボでも治ってますよね同じ薬理作用のものと出してもその方治りましたねこれなんでですかなんでだと思いますかそれはちゃんと脳の中に治る仕組みがあるということなんですようん で偽薬っていうちょっとね言葉が僕はあちょっとね私あんまりよくないなと思ってるんですけどもちゃんと治る仕組みっていうのは誘導すれば治っていくわけです脳がちゃんとそういう仕組み持ってるんですよ、うん、ですからいい意味でそういうプラシーボ効果を使っていけば人間の体で治るんですよと覚醒するんですよということですはいこれ山本先生一例でおっしゃってました 正しくそういう仕組みシステムを使えばきっちり改善していくということですね、はい、今回「覚醒誘導」という言葉私すごいねあこの言葉いいなと思いまして一つ特徴として挙げさせてもらいましたそして、えー、さっきちょっと切り分けましたけども患者さんとそれから自分自身治療科の方も覚醒していくんです、はい、これはですね私飯塚市の方行って山本先生とお会いして実際やっぱお会いして実際にこう 波動療法とか波動ツールをちょっとこう後でお話し,しますけど波動ツールとかをつかませていただいて、えー、そういう風な部分を感じることができましたはい、えー、これね後でまとめてちょっとお話ししていきたいと思うんですけど治療家というものもですねやはりステージというものがあります、うん、で当然ながらあーエネルギーができるできないというのも一つのステージだと思います そういう意味で無限流っていうのは自分のステージ治療科のステージっていうのを一つ一つ上げていくものメソッドになるというふうに思います今までにこういうものなかったと思いますんでぜひねこの覚醒誘導治療科もどん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 この覚醒に誘導されていきますで治療科がどん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 この覚醒していくとそうすると2つ覚醒していくとどんどん治り合うっていうことができるんですね 患者さんも治るで治療科の方もおどん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 そのステージが上げていける上げていけるとどん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 また、えー、広く患者さんを見ることができますはいこうやって、えー、お互いですね覚醒していけるというところがこの無限流の素晴らしいところだというふうに思いますはいこれが一つ目の特徴でございますはいそして2つ目ですね今回 今回のその無限流のま教材の一つのポイントと言ってもいいと思うんですけども、四肢の方から全身を調整していくっていうのが一つのコンセプトになっております。はい、これね、後でやっていました動画でやりたいと思うんですけども、えー、腕を使って、手を使ってですね、えー、体全身を調整していくという方法ですね。これ、えー、後で私、公開まあ、山本先生に許可を得て、ちょっと公開していきたいと。 いうふうに思います。はい、これがまあ二つ目です。それから三つ目、はい、もうこれはですね山本先生とお会いしたらですねわかると思うんですけど、えー、波動ツールでございます。はい、これが三つ目の特徴でございます。もうねお持ちになっている先生もいらっしゃるかもしれません。 えー、ただこの波動ツールはですねやはり使い方とかもありますし、えー、意味合いもありますので、えー、ぜひねこの波動ツール教材内で見ていただいて使い方とかもありますからあそのあたり見ていただければと思います。はい、今回はこの3大特徴ですね、はい、もっとね山本先生は深いところっていうのをおっしゃられてますんで教材ぜひ見ていただければというふうに思います。はいということで三大特徴私が感じた三大特徴ということでございます。 そして、えー、3つ目ですね、はい、セルフリセットから全身調整、えー、症状別実技を収録ということで、えー、先ほどからお伝えしますけど今回一部二部部制とということになってます一がセミナー二部があ、まあ、あこう編集した動画になりますけどそこで公開されてるのがこのセルフリセットですね。自、はい、自分,自身,があ自分自身をリセットする そして、えー、まあ、施術に臨むということですね。セルフリセットの動画が入ってます。そして、えー、全身調整ですね。これ先ほどお伝えしました。あ腕、それから足から全身を調整していく方法。これ入っております。そしてこれですね。症状別実技を収録ということで、今回すごいんですよ。えー 首肩、まあ、四十肩五十肩も含めて、えー、それからぎっくり腰、まあ、腰痛慢性腰痛もそうですねそれからアトピーとかあー精神疾患とか内臓疾患とか、えー、免疫力アップも入ってましたね本当にいろんなものがです、ね、ありとあらゆるものを症状別の実技で今回収録されております。 はいもう今回で無限流」しっかり学べると思いますんでぜひねこの部分ですね2部の方もちょっとしっかり見て頂ければというふうに思います。はいということで、えー、次ですね「やってみました」あ「無限流」ということで今からですねちょっとあとでやってみますって言ってましたけれども、えー、腕からあまあ 改善していく全紙を調整する方法ですね。そしてですね、波動ツールもーちょっとねやってみましたのでやってみたいという,ふうに思います。はい、それではどうぞ。 はいそれでは今からですね無限流のやってみました動画をやってまいりたいと思います、えー、いつもお話ししています通りですね、えー、無限流波動療法ですね山内先生のものですので山内先生の教材内の実技ですねしっかり見ていただいて実践していただければと思いますあくまで私がやっているのは参考ということで見ていただければと思いますはいえー、ということでやっていきましょうはいどうぞお願いします えまずですね、えー、前屈の方からちょっとチェックしていきたいと思いますそれでは前屈ちょっとお願いしますはい結構硬いですねはい結構ですありがとうございますいいですかねはいはい取りましたはいということで、えー、それではですねちょっといろいろ検査をしていきたいと思いますのでうつ伏せの方でお願いしますはいはいいいですね えー、それではですね、えー、ちょっと検査ですね、えー、私まあ独自というかやっていきたいと思いますはいえー、ちょっと骨盤ですね、えー、今日はねちょっと骨盤を細かくちょっと見ていきたいなというふうに思いますまず腸骨量ですね、はい、ちょっと見ていただければ分かるとこ,ここですねここで合わせてるんですけども今腸骨量が左が上になっておりますで右が下になっております、まあ、ちょっとこういう感じになっているという形ですね はいまあ、こうかもしれませんし、はい、PSIS ですね PSIS ですけど PSIS、PS これあれあですね、えー、と左も上に上がってますね、はい、右もお右は下ですね同じようにこっち上、こっち上ですね。はいって感じですあ、今日は全部左が上ですね、はいえー、仙骨も左が上になっておりますそして座骨結節、まあ、これはもう当然座骨結節も上になっていますということはちょっとこういう感じになっている感じですね。 はいまあ、大まかに見てそういう感じになっておりますはい、えー、続きまして、えー、膝の屈曲ですねはいちょっと見ていきますこのまま状態ちょっと曲げていきます、はい、もうここら辺がすごい抵抗感ありますねもうこれ以上いかないですちょっといくとすごく無理になりますんでもうここら辺で硬さがありますね、はい、で左右差 そうですね、右の方がちょっと行きやすいから左の方がちょっと屈曲しにくい状況ですはい、はいえー、続きまして仰向けになってもらえますかはい次はちょっと仰向けの検査ですねはい、えー、それではちょっと腕をですね両方はいそうですねちょっと手をパーにしてもらってはい、はい、ちょっとこの状態でよいしょ はい、まあ結構揃ってますね。はい、えー、今こんな感じです。まあ若干あ右手が長い、左手が短いということで、えー、左の方、右の方がちょっと指が上になってますね。はい、結構です。はい、えー、ということで、えー、今いろいろ検査をしましたけれどもお、これからですね、えー、実技の方やっていきたいと思います。はい、えー、それではうつぶしになってもらえますか。 ちょっと今回うつ伏せ仰向け、えー、ちょっと移動が激しいんですけどねはいじゃあ今からやっていきますはい大きく息してくださいはい吐いてくださいはいいいですね はい、えー、続きまして仰向けになってもらえますかはいじゃあちょっとやっていきます これはですね、えー、教材内の山田先生のやり方ですね、えー、しっかり学んでいただければというふうに思います。 はい、えー、それではもう一度ですねうつ伏せになっていただけますかはいじゃあそのままリラックスしてください はい、えー、それではあちょっと立っていただけますかあ立っていただけますかはいじゃあ一度立位ちょっと見てみましょうかこの状態ではいお願いしますお行きましたねはい結構ですありがとうございます それでは順々にちょっとね検査をしていきたいと思ううつ伏せですね今度はさあどういうふうになりましょうかよいしょじゃあちょっと骨盤見ていきますねさっきは全部左が上に上がってましたけどどういうふうになるかってことですねよいしょはいもうあの揃ってますさっきもすごく当たりがあったんですけども今ありません、えー、ちょっと画像で捉えにくいかもしれませんけどねはい次 PSIS ですね、はい これも一緒になっております。そして仙骨ですね。よいしょ、これも一緒になってます。そして座骨結節、はいこれも一緒になってます。はい、オッケーですね。 はい、えー、次ですね、えー、膝の屈曲でございます。さっきね右がちょっと曲がりにくかったんですけどもさあどうなってますか曲がっていきますお多分両方いくらなんていんじゃないかなさっきより曲がってますよねはい。 すごい、ここまで軽くなってます。さっきは、ここら辺がもう渋かったんですけど。まあ、グッと勢いになりますね。はい。オッケーです。はい、じゃあ、次は仰向けですね。ちょっと腕の検査です。さっきね、もう微妙な感じだったんですけども、一応見ときましょう。はい、結構ですね。はい。よいしょ。はい、ちょっと定番してもらって。はい、オッケーです。よいしょ。ええー、まあ、微妙ですね。まあ、ほぼ合ってますね。さっきと。 よりも揃っっててる感じになってますちょっとこっちの方が上上がってるかな。はい、はい、結構ですありがとうございます、はいえー、ということで、えー、ちょっとやっていきましたけどかなり結果が出てるんですがなんかね前屈もうちょっと生かしたいなというふうに思いますんでちょっとやっていきたいなというふうに思います。もうさっきのね、えー、立位、えー、取ったので、えー、では今からやっていきたいといちょっっと前向きですね、えー、座ってもらいましょう です、ね、よしまた後で紹介しますこれは、えー、波動カードでございます、はい、ちょっと前屈してもらいましたうここでグ、はい、ーッと前やってもらってはいはい大きく息吸ってくださいはい吐いてくださいずー,前ずーっといくような感じはいもう一回大きく息吸ってくださいねはい吐いてくださいスー はいオッケーですこんなんでいいですねはいじゃあ一回立ってください一回また前屈してみましょうこんなんで変わるんですかね <laughs> はいちょっと一回やってみましょうおおいいですねはい結構ですねはい結構前屈一番最初と比べてもかなりいくようになっていると思います はい、ありがとうございます。はい、ということで、えー、今いろいろやってきましたけども結構結果が出てると思います。えー、さっきちょっと使った道具ツールに関してはまた後ほどね、えー、説明していきたいと思います。ありがとうございました。 はい、やってみました動画いかがだったでしょうか結構ね、結果が出ていたんじゃないかなというふうに思います、えー、何度も言うようですけども、これ私のまあ、山本先生の教材を見させていただいて、えー、まあ、使わせていただいたものですけども詳しい内容はね、山本先生の実際に実技見ていただければというふうに思いますはい、えー、ということでやっていました動画あはい、えー、きっちり皆さんに結果出せたと思います はいえー、次,です次ですね、えー、特典です。はいろいろ書いておりますけども、はい、まずはこれ一つ目ですね、波動カードアルファプラス使い方動画ということで、えー、先ほどのやってみました動画の中で一番最後に使わせていただいたものでございます。まあ、すぐに、ね、パーと取り出して何やってんのかなというふうに思ったと思うんですけど、えー、このカードでございます。はいで このカードなんですけども今回は DVD 購入した方には全て全員にこのカードをお渡しします。 はい、でこのカードの使い方とかも山本先生がしっかり教材の中で指導していただいてますので、えー、使い方ね、えー、見ていただければというふうに思います、えー、さっきも言ったようにまあ使い方一つの使い方ですけどもいろいろね使い方あると思いますんでこれはね、えー、持っていてもいいという話もされておられましたので是で非ね,、えー、ぜひねこれ活用していただければと思います。はい、波動カードアルバーですね はい、で使い方動画ということで、えー、両方をプレゼント無料プレゼントさせていただきます。はい、そして、えー、セルフケアリラックス動画ということでこれ、えー、別々の動画になっております。 はいえー、セルフケアというのは、まあ、自分のおおあ患者さんがどういう,ふうにやっていけばいいのかというセルフケアですねこれも動画でありますそして、えー、リラックス動画ということでこれは脳の、ね、リラックス動画ということで一つまとめさせていただいております山内先生があしていただいてます、はい、これ別々でございます、はい、で、えー、次ですね骨盤腰椎産後の蓄骨矯正動画ということで えーまあ、この「矯正」というふうなものが入ればですね、まあ、カイロポラコティックアジャストメント皆さん想像されると思うんですけども今回ですね山野先生がこの骨盤と腰椎とその産後の樹骨ですねこれを簡単にですね矯正する方法治していく方法改善していく方法をご提示していただいております。はい一、まあ、あ一個一個ね 腰椎でも矯正する技術ってのは結構難しいものですから、非常にね誰でもできるように腰椎の矯正をする方法ですね。それをまとめていただいております。はい、これも非常にいい動画になっていると思います。はい、えー、そしてですね、えー、これですね、えー、無限豆ビッグ360ル。これ何のことかわかんないですよね。<laughs> はい、特別価格権利ということで。 実はですね、さっきのやっていました動画、もう一回見,見返してもらった方がいいと思うんですけど、えー、背中の方でこういう風うに私さすってたものありますよね。それ何かというとこれを使ってたんですね。はい。でこれアルミホイルで、えー、あるものを巻いてるんです。このあるものっていうのはこれです。無限豆ビッグ三六丸を巻いたものなんですね。でこれまあ山内先生の使い方で私マネさマネをさしてもらって、今やってやらしやっていました動画でやらしてもらったんですけど、中に何が入っているかというとこれです。 はい、でこの「無限豆ビッグ3 6 0っていうのはこれですね、えー、まあ,あ一番最初にお伝えさせてもらいましたけど、えー、覚醒誘導のお話させてもらいました、はい、でこれは患者さんと治療科もあるっていう話してました,してましたけども私ですねこの 無限豆ビッグ360飯塚市の方のその山内先生のオフィスで持たせてもらった瞬間にですね。私が体験したことっていうのは何かというと、持ってる時は患者さんの当たりですね。触ってる感覚が全く違うんですよ。で手放します。手放して違うところに置いて触るとあれっていう感じですね。で持つと違います。で、これはですね。山本先生に聞いたらいやあの白衣なんか入れてと。 ててもらってポケットの中にしまっておいてもいいよと持ってなくてもいいよという感じのお話しされてましたけども私持った時にすんごい変化が分かりました、はいまあ、これこそですねこれの、まあ、エネルギーっていうのがあるんですけども影響されてるんだなというのを覚醒ですね、うん、そういうのをすごい感じました。 はい、これいいいろんな使い方があると思いますさっきみたいにアルミホイルで巻いてもいいですし持っていてもいいですしこれ自体を実際に患者さんに使うっていうのもありです。えー、服の上から実際にこう刺するとか軽く当てるとかあこれはもう先生の使い方いろいろあると思いますんで結構つるつるで、えー、使いやすいものになっておりますので、はい、これを今回は特別価格権利です。えー 本当申し訳ませんこれは無料で、えー、皆様にお分けすることはできませんこれ何でかと言いますとシンプルに山内先生が全て手作りで作ってます一つ一つ手作りで作ってます機械で作ってませんはいあそれはですね実際見せてもらいました山内先生にハンマーをでこうやって叩くんだって言ってました実際にハンマーでその仕事場も見せてもらいましたこれ山内先生が一つ一つ丹念に作り上げたものですので まあはっきり言いましてですね、今回この特別価格っていうのもですね、本当に本当にこれ山本先生のまあご好意です。はい。ですからあ実際にまあ皆さん今回 DVD 手渡したか方には特別価格でお分けしますけど、おそらくこの特別価格っていうのはもうないです。というのが山本先生限界がありますやっぱり物理的にこれ作るのって手作りですから機械じゃありませんね無限に作れませんので。 はい、今回はこの特別価格権利っていうのは多分もうないと思います、はい、それぐらいに今回チャンスになりますので DVD 購入した方はこれを特別価格で買える権利がありますよということだけ皆様にお伝えしたいなと思います是非この機会に手に入れていただければというふうに思います、はい、これ私持っておきますもう今ねはいはいということで特別価格で買える権利ありますよということですそして次ですねプレミアムセミナー参加権利ということで えー、今回も山本先生にプレミアムセミナー開催していただくんですがえっとねまず皆様が来ていただきたいこれ私ぜひ来ていただきたいなと思うのがそれで変わるんだというやっぱ感覚ですよねこれをやまずね、えー、皆さんの中で感じてほしいんですよ。で、えー、ずっと言ってますけどお覚醒誘導ですね。 はい、あこれでいいというような感覚って覚えてしまうとやっぱり、えー、それをできるようなステージに上がれますやっぱりまず、ね、見ないといけないいいとけですでそれから真似るでまねてどうだったのかっていうところですねそのそれをステップをやっていかないとうまくなっていかないんですねで山本先生はやはりそれをまず真似てください見てくださいと見て真似て実際変化を見てくださいと本当に変わってますからって。 そういうことを自分ができないと患者さんも絶対変わっていいいかないと思います、はい、その部分ですねこのプレミアムセミナーで参加していただいて感じていただければなというふうに思います。はい、ということでいろいろ今回はお話ししていきましたけどもまとめていくと今回は二部制でございますはいセミナーのもう圧巻でございますいろんな症状参加者の症状をですね次々と治していく。 えそういう様を見ていただけますそして2部はですね、えー、まあそれをちゃんと編集してですねえきっちり症状別でやっておりますはいもうたくさん症状別入ってますんでねはい、まあ、全身調整も入っているということでございますはいで今回ですねこの無限流の本質私が伝えた3大特徴というのがありますはいもう巻き戻してみてください今からもうくどいくどくなっちゃうと思いますんで、えー、ぜひこの三大特徴ですね はい、見ていただければと思います。そして、もう得点がもういっぱいついてます。はい、もうここにあります。波動カードもこれ無料です。無料でついてきます。はいで各種動画があります。そして、この無限豆ビッグ360がですね。えー、特別価格で手に入るということでございます。で、セミナーもついてきますよ。ということです。はい、えー、手に入れる理由、手に入れない理由がないということですね。<laughs> はい、もうこれぐらい得点揃ってるとですね。もう皆さんね手に取っていただければという風に思います。 はい、えー、ということで長い時間ちょっと見ていただきましたけどいかがだったでしょうかぜひね、えー、今日も参考になるうところ主義があったと思いますのでぜひね、真似ていただいてやっていただければと思います。はい、えー、ということで最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。